スノーマン、メグロレンとラウールにトップ時代の終わり批判の声も上がった同時体調不良、事務所ぐるみで見直すべき今後。8月30日にスノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください、それスノ、SPTBSK 午後7時、レギュラーは午後8時が放送され、メンバーの不参加の舞台裏が賛否の声を呼んだ。今回の放送は、 この夏最後の汗と涙のダンス尽くしと題した2時間スペシャル。前半は、これまで放送したカンコピダンス全63曲の中から、ダンスのプロが選ぶベスト10を発表する内容で、その中で、メグロレン27が体調不良で休むことが報告された。続いて、スノーマンが連続カンコピダンスに挑戦する新企画と、バンピ、バンピー。 のダンス世界大会への道の続編が放送された。バンピットは、ラウール21が10歳の天才キッズダンサーホナツちゃんと、14歳の姉ユイナちゃんと3人で、アメリカで行われるストリートダンスの世界大会に挑むべく結成したダンスチーム。日本予選を勝ち抜き、8月の本戦に挑戦する予定だったが、ラウールの腰の怪我のため、出場辞退することになった。 三人に密着した8ヶ月の記録が放送されると、スノーマンの新曲発表。主演映画の撮影と忙しい中、パリコレのために体重を15キロ減量し、40社のオーディションを受けるという壮絶なスケジュールの中で挑戦したラウールに、安倍良平30が、本当に頑張ったね、と、涙ながらに声をかけた。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、 幼いながらきちんと受け止めてあげるほなつちゃんと、ラウールを思って涙する姉のユイナちゃん。さらにスタジオで、阿部ちゃんがラウールにかけた言葉で大号泣、無理してでも頑張ってしまうラウールだから、それすのスタッフさんたち、止めてくれてありがとう、など、おおむね好意的だった。視聴者からの好意的なリアクションの一方で、ラウールもメメも頑張りすぎだよ。アイドルも人間なんだから、 周りが、そのスケジュールは無理だって言ってあげて。というか調整してあげて。自分は気合で大丈夫、とか思っちゃって、怪我したり、体調崩したりして、若いうちから長く苦しむのやだよ、など、メンバーの活動管理に苦言を呈する声も。ラウールの腰の怪我だけでなく、メグロもほぼ同じ時期に体調不良で主演ドラマ、海の始まり、 フジテレビ系の収録を休んでいる。スノーマンの二トップと言えるメグロとラウールに重い負担がかかっていたのは事実だ。事務所側が完璧にケアできていればこんな事態にならなかったのではないだろうか。ただ、事務所だけに責任があるわけではありません。一年前、事務所の体制がスタートに新しく切り替わることに、メグロとラウールはそれぞれ自身のブログで タレントの自主性を重んじてくれるようになったと感謝を綴っています。パリコレや月級ドラマは本人たちの意向も強いでしょう。次々に目標が実現していくことで夢中になり、オーバーワークになったのかもしれません。また、明らかに二人が引っ張っていたスノーマンですが、最近は他のメンバーが出演しているドラマも好評です。バラエティでも、佐久間大介、 32がバナナマン日村勇ユウキ52とタッグを組み、サクサクヒムヒム日本テレビ系で初の勘 MC を務めるなど、メンバーの活動も新たな段階になってきています。できる仕事はすべて全力でやるといった姿勢で進んできたスノーマンですが、これを機にいろいろと見直した方がいいのでしょうね。芸能ライター坂上五郎。もはや、国内では頂点のアイドルといえるスノーマン。 その影響力は今の芸能界ではとても大きいものになってきている。がむしゃらに頑張る時期はもう過ぎたのかもしれない。スノーマンはやっぱり9人揃っていないと。